皆さんこんにちは、サンディです。今回はこちらのルックを作ってみました。で、こちらのルックなんですけども、主に100均のもの、ここら辺とかのシェーディングも100均のものですし、使ったコンシーラーとかも、100均です。決してプロのコスメとかは使っていません。なのですごく簡単なメイクになっております。そして角も作ってみましたまあそんな感じで始めたいと思います。では始めましょう。こんな感じでこちらのルックが終わりましたまあ思ってたよりも結構簡単にできて、で生配信の方でも紹介したこちらのハイライトなんですけども、すごく優秀で、で昔から本当に大好きなハイライトなんですけども、こちらセリアとかキャンドゥで買えます。こちらなんですけど、ずっと前から持ってたんですけど一回割れて、でなくなってしまって、でまた買いました。なかなか見つからなくて、この色がもう一個色があるんですけど、私が使ってるのは02番の方です。これがねもうすごいですよね。これ100均なんですよ、この輝きで。本当に優秀なのですごくおすすめします。そしてもう一個の方の今日使ったシェーディングなんですけども、ノーズシャドウ、シャドウ&ハイライトなんですけども、
こちらに関してはシェーディングの方は本当にいい感じの色で、あの馴染みやすい色になっております。で、ハイライトの方なんですけども、マットになっているので、だからこちらのテカリっていうか、そう、輝きがある方を使ったんですが、まあハイライトはあんまり好きじゃないよっていう人はこういうマットも使うことができます。はい。で、今回はアイシャドウに関しては、ピクシーでいいのかわかんないけど、ピクシーのジュディさんとのコラボのパレットを使っていますが、まあ別にオレンジ色のシャドウとか使わずに、もうこれ直にやってもいいと思います。で、いい感じのこの白いマットの方もあるので、なんかぼかしやすくなるかなとは思います。なので、まあもう少しこう簡単にで少ないもので作りたい人はもう本当にこいつらでもう十分だと思います。 NYX のジュンボを使っているんですけども、まあ他のものと代用してもらっても全然いいと思います。はい。まあそんな感じで、あとは眉毛をちょっといつもと違う感じの眉毛にしました。ちょっとこの毛が目立つように。で、これは、私の大好きなドラッグクイーンバレンティーナっていう人がいるんですけども、その人の眉毛をちょっと真似てみたっていう感じです。はい。まあそんな感じで、あとはね、本当にリキッドアイライナーがあればこれも作れるし、好きなカラコンだったりとか、好きなつけまつげをつけてくれれば全然いい感じになります。で、この角なんですけども、単純にここをちょっと毛束を取って結んで三つ編みしてくるくるっとしてピンでぶっ刺した感じです。そうするとまあいい感じに立った感じです。まあもしね、カチューシャとかがあればそれでもいいですし、何か衣装があればそれでも全然十分だと思います。私は衣装がなかったので、冬物のこういうなんか色が合いそうなものを買ってみました。あとはここは、編み込みですけど、まあもう崩れてきました。今回もウィッグ使っています。そして今回使っているカラコンは、前回と同様ティアモの、アモールシリーズのブラウンになります。これはすごく気に入っているので、結構ずっと使っているんですけども、本当に馴染みやすい色で、このハロウィンメイクにも結構使えるなと思って結構使っています。はい。ってことで、このチュートリアルを終わりたいと思います。見ていただいてありがとうございました。またね。見ていただきありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけると、アップするたびにと生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。